ご視聴ありがとうございます。旅すべき世の男子、バオシンです。この旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。只見線復活編第4話お届けしたいと思います。今回の主役となるのはこちらの旅館です。駅前旅館、只見荘さんと言います。当初、朝食付き7000円で予約をさせていただいたんですけれども、この映像を撮っているちょうど4日前に全国旅行支援という法的補助といったんですかね、始まりまして、その結果、なんと3000円もお安く利用させていただけることになりました。後でまた詳しく今回お世話になるお部屋ですとか、お風呂がどんな風になっているのかですとか、あとはまあ朝食付きですから、朝食のメニューをレポートさせていただいて、只見町でどこの宿を探したらいいんだろうと迷った時に、真っ先にこちらの只見荘さんをチョイスできるような、そんな旅行動画を目指して制作したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あと、この只見荘さんの特徴、もう一つ挙げたいんですけれども、向こう側に只見駅があるんですよ。歩いて1分のところに旅館があるんです。この利便性は最強じゃないかなと僕は思うんですよね。というわけで、そういった部分も含めて今回の旅館紹介楽しみにご覧いただければと思います。もちろん YouTube の方では新たに作りました1万円以下でお得に宿泊できる宿だったかな。本当に適当で申し訳ないんですけども、そちらの再生リストに新しい一本として加えさせていただきます。ぜひ以前配信した映像作品と一緒に楽しんでいただければと思います。前置きが長くなりました。早速チェックインしたいと思います。今回一晩使わせていただくお部屋がこちらです。入ってみましょう。今回一晩お世話になる駅前旅館只見荘さんの菊山はこんな感じです。なんと、畳部屋です。畳部屋で6畳間でしょうか。畳の枚数が1、2、3、4、5、6、6畳間ですね。一人で過ごすにはちょうどいいです。ここには斑点がかかってます。旅する着物男子には本当に必要不可欠。そして、着付ける時に欲しい姿見の鏡ありました。ありがたい。照明はこんな感じになってますね。昔ながらの照明ですね。蛍光管の照明がついてます。お茶がありまして、リモコンは2つ。エアコンとテレビのリモコンです。あ、これ大事です。今回お食事をいただくことになっていまして、朝食の時間、朝の7時から8時半まで、実を言うと、翌日9時には出発してないといけません。只見線の電車が只見駅を出発するのが9時半なので、それまでに朝食の時間が終わるというのは非常にありがたいですね。チェックインの時間は3時から、チェックアウトは午前10時まで。これは問題なくクリアできそうです。ここには Wi-Fi の説明もついてます。ここにはテレビがついてますね。まあ、多分使うことはないかな。ここにコンセントがあります。テレビのアンテナのケーブルもついてますね。先に刺さっているのはテレビのコンセントでした。ああ、これ助かりますね。こんなにもハンガーがいっぱいある。着物の着付けはハンガーを大量に使用しますから、本当にこのお心遣いはありがたいです。そして上を見ますとエアコンがついております。お布団がここにありまして、部屋着と帯があります。こういう細やかな気遣いがあるだけで、本当にありがたいんです。ここが男子用のトイレです。入ってみます。入ってすぐのところに、鏡と洗面台があって、備え付けのペーパータオルがあります。ここが掃除用ですね。小便器は2つです。大きい方は2つあります。ちょっと行ってみます。結構綺麗なんですよ、トイレ。要注目なんですけれども、これだけ最新型の設備が整っているっていうのがポイント高いと思うんですよ。それの上でこれだけ綺麗な空間があるって、お手洗いって閉鎖空間なので、本当に安心できると思うんですよね。洗面台ですね。アメニティがあって、暗くて見づらいかもしれないんですけど、これが歯ブラシセット。これがカミソリですね。まだまだ新型ウイルスの猛威は消えていませんから、こちらにハンドソープとアルコールジェルが備え付けてあります。駅前旅館只見荘さんの細やかな気遣いを感じますね。只見荘さんのお風呂場、男性用こちらになります。浴室とあります。おかみさんにお風呂場を取ってもいいでしょうかと申し上げましたら、人がいない時にやっていただけるんだったらどうぞということで言っていただきまして、早速ご好意に甘えて会見させていただくんですけれども、中入りますと洗濯機があります。洗濯機の隣に体重計ですね。僕はあまり乗りたくない。
脱衣所はこんな感じになってまして、1,2,3,4 衣類を入れるカゴが4つあります。こちらがお風呂場です。こんな感じになってます。掃除をされたばっかりだと思いますから、湯船には蓋がされていますね。真っ白な内壁がとても癒されるような印象を与えてくれますね。シャンプーとボディシャンプーがついてますね。まあこれだけあれば十分です。そしてシャワーが全部で 1,2,3,4 機あります。男性用のお風呂場はこんな感じになってます。というわけで、地味に汗をかきましたので、じゃじゃーん。駅前旅館、ただみそうさんの備え付けの半テント、浴衣に着替えてみました。あんまり可愛くないけど。河合嗣之助の足跡をたどるというエピソード、只見線復活編で取り上げています。この撮影と前後して、そのロケをして帰ってきたので、まずは汗を流して、今日一日の疲れを取っていきたいと思います。只見線満喫号の中では結構バタバタで、せっかく会津若松の駅でお弁当を買ったんですけど、ゆっくり紹介ができなかったので、今改めてご紹介したいと思います。こちらが只見線満喫号で食べ損ねた福島市大人の秋ご飯という弁当です。早速開けていきましょう。外の包み紙を開けるとこんな感じになってます。お弁当を止めているゴムを外してみます。では、お弁当をオープン。こんな感じですね。どのみち食べてしまいますか。こちらのセロハン剥がすと、はい、ドーン。こんな感じになってます。秋を代表する味覚の栗、マスタケ入ってまして、人参が添えてあります。で、右に移動しますと、卵、カブの漬物、キュウリの漬物、揚げ物、ごぼうの煮物、揚げ物と煮物と、ちくわですね。で、おかずの方にも、もみじの形に飾り包丁が入った人参が入ってます。簡単ですが、お弁当の中身がこんな感じですね。そうしましたら、お風呂もいただきました。浴衣にも着替えましたので、さっきお見せした。この大人の秋ご飯、こちらをいただきたいと思いまーす。で、早速いただくんですけど、まあ、ご飯だけじゃ寂しいので、朝日の生ビール、旅館の玄関のところに自動販売機があって、280円で置いてました。それから、これも本当だったら、只見線満喫号に乗っている間にいただこうと思ったんですけど、パック酒でーす。まあ、これをいただいて、ぐっすり眠って、只見線復活編のロケ2日目なんですけども、残りの2日間を乗り切りたいと思います。いただきます。そしたら、まず、菜の花、開けていきまーす。フィルムを剥がしました。ストローを刺します。刺さりました。菜の花、いただきまーす。北方の皆さん、いつかバーエンス再戦復活したら、また、行きますねー。あんまり癖がなくて、飲みやすいです。絶対これと合わせて、二日酔いするパターンだ。開けられるかな。お、危ない。ちょっと危なかった、今の。よっ。はい、なんとかこぼさなかった。じゃあ、今日も一日頑張られた皆さん、お疲れ様でーす。あー、うん、まい。なんでこんなにうまいんだろう。うん。あ、そうそう。それで、二日酔い対策。お茶でーす。これで、アルコールの成分を弱めます。散々じらしましたけど、いよいよお弁当いただきます。えい。じゃあ、お弁当いただきますよー。甘さ全開の栗、いただきまーす。はん？甘い。舌の上でほろほろほぐれる感じの甘い栗だ。絶対に火薬ご飯と合いますよ。いただきまーす。うん。買ってからだいぶ時間が経ってるんで硬いですけど、それでも醤油の味がしてるから、さっきの栗の味と混ざり合って美味しいな、これ。じゃあ、これなんでどうでしょう。エビかな？いただきます。これもいいなぁ。これも甘いですわ。うん。というわけで、だいぶ酔っ払ってますけど、
食べ終わりました。本当にごちそうさまでした。現在夜8時40分です。少々早いかもしれませんが、明日も早いのでそろそろ寝ます。今日一日頑張った皆さんお疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。おやすみなさい。おはようございます。只見線復活編3日目を迎えました。およそ1時間後に只見荘さんの朝食をいただく予定にしています。朝食をいただきましたら名残惜しいですが、只見町を離れて向こうに只見駅が見えるんですけども、今度は只見線の列車に乗って県境を越えて新潟県に入ります。バス的には折り返しを迎えましたが、日数的には今日が折り返しです。朝食の会場に来ています。すごい場所です。これ見てください。僕に鎧かぶった見えますかね。素晴らしい朝食が用意されてますよ。ご飯とお茶はセルフサービスだそうです。もうこれ楽しみしかないということで、駅前旅館只見荘さんの待ちに待った朝食を紹介します。これが只見荘さんの朝食です。ご飯と味噌汁がセルフサービスになっていて、ここに生野菜、トマト、スライスしたキュウリとレタスが載ってます。これかぼちゃですね。下にお漬物です。こちら煮物が載ってます。お次、納豆。で、納豆はですね、タレとからしはセルフサービスで自由に使うことができるみたいです。ここにヨーグルト、ブルーベリーソースでしょうか、これは。載ってますね。ここに半熟のゆで卵と、焼き酒。このような構成になっています。いただきます。からしとタレを納豆に使っていきたいと思います。流しちゃいます。ご飯が程よく柔らかくて、タレとからしを合わせた納豆によく合います。味噌汁です。器ごとで申し訳ない。じゃあこの鮭の切り身いただきます。うまい。塩加減がちょうどいいんで、焼き魚の甘みをうまい具合に引き出してますね。続いてこちらです。ウインナー。うまい。今のは言い過ぎかもしれない。卵がトロトロ、これうまいわ。程よく甘いです。しきりいただきました。美味しい朝食を心ゆくまで楽しむことができました。それではごちそうさまでした。
というわけで、駅前旅館只見荘さんで一晩十分な休息を取らせていただいて、また新しい旅をする準備が整いました。この映像をご覧になって、自然首都只見町旅行する際に、先に駅前旅館只見荘さん泊まりたいとなっていただければ、僕もこの映像を制作した甲斐があったなぁと思います。というわけで、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。続く只見線復活編第5話は、今回の旅行シリーズのもう一つのテーマである動乱の幕末期に活躍したある一人の武士に焦点を当てまして、彼の足跡をたどる、そんな旅をしたいと思います。ぜひ次回の僕の旅行動画も楽しみにしていただければと思います。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。